それでその、ブルーナチュラリーユーリアアントレさん、アントレさんと言いますか、今の発音でよかったですよね。ブルーナチュラリーユーリア7月初旬で、7月初旬というのはですね、いつなのかは書いてないんですよね。それから、西暦も書いてありませんね。で我々はその罪と罰の舞台が1865年7月ってのは分かるんです。1865年の舞台であるか分かるんですが、最初の3行4行の出だしの場面ではそれは書かれてない。7月の初めで、7月の初めっていうのは一体いつなんだよっていうことに関してもですね、これはいろんな説があるんですね。で、夏の時シリーズで、まあ、有名になった映画はたくさん、ロシア軍会社の映画はたくさんはですね、13日間の物語だと、罪と罰はね。それでラスコーニコフが自首して出たのが、その預言者イリアが7月20日、預言者の日が7月20日なので、これが13日目だと、こういうふうに、まあ、彼は考えたんだな。そうすると、13日間だから、7月初旬っていうのは、7月8日、7月8日がそうであると。これが第1日目ということになると。こういうふうに考えたのね。で、2、3、8、9、10、10日に、7月10日に、まあ、ローマ領の墓地が行われるんですが、まあ、このように考えたんですね。ところが、まあ、私も一生懸命読んで考えたんですが、ちょっとわからないところがあるんですね。なんかこう、地盤が交錯していてですね。まあ、13日節でいくと、江川さんの13日節でいうと、まあ、こうなるんですが、13日節でもですね、初めて第1日目、7月8日かどうかはちょっと確定できないところもあるんですね。7日っていうふうに見る人もいるし、6日っていうふうに見る人もいるんですよ、第1日目ね。で、これはまだちょっとこれからきちんと確認していかなきゃいけないとは思うんですね。私はドセスキーの悪霊という小説に関しては日付解明をしましたので、悪霊ぐらい読みづらい小説はないと言われてたんですが、日付解明するとですね、実にすっきりするんですね。何月何日に誰それが舞台となったスクバレー神経にやってきたとか、いつ殺されたとか全部わかるんですよ、日付が解明できるとね。で、これはそのロシアのグロスマンという人が、まあ、少し日付についても言及してるんですが、私の見るところ、まあ、グロスマンも、まあ、間違っておるんですね。で、日本のそのロシア文学研究者っていうのは、まあ、今は違うと思うんですがね、大体向こうの人が書いたものをそのまま信じ込むような傾向がありますのでね、中には向こうの人が書いたものをそのまま翻訳して自分の書いたものだみたいな、ね、人もいますけどね。まあ、考えなきゃいけないことがたくさんあります。ですから、7月の初めっていうのが、7月8日なのか、7日なのか、6日なのか、この辺はちょっとあなたの気分ですね。もし興味があれば、考えてみたらいいかと思います。それから、非常に蒸し暑いだと。ドイツ立海外ジャーリガイブレイビン。ものすごく暑い。まあ、当時、木陰でも30度近くあったというようなことが記憶されていて、ものすごく暑かったんですね。で、次。一人の若者、アジー・マラドゥイ・チェラビエクっていうのが非常に重要でありまして、普通、罪と罰を読んだっていう人にですね、主人公の名前誰だって聞くとね、大体ラスコーニコフと答えるんですよね。でもラスコーニコフっていうのは、これは姓でありまして、名前じゃないですよね。ロシア人の名前っていうのは、名前と不詳と姓があるんですよね。3つあるんだよね。だと不詳と名字があるんですね。姓があるんですね。だから、名前は、ロジオンなんですよね。名前ロジオン。で、不詳がロマーロビッチ。で、姓がラスコーリングと。こうなるんですね。3つあるんですね。だから、ここが、まあ、ロシア文学を初めて読む人嫌になっちゃう。名前がたくさんあるみたいなね。ロジオンは、ロージャとも言われる。愛称でね。愛称でロージャとも言われる。母親とか友達、ごく親しい友達は、まあ、ロージャと。少し改まると路上ロマーノビッチはね。で、このロマーノビッチもロマーノビッチってのもあるんですよ。2つあるのね。まあ、おそらくロマーノビッチの方が正式な名前で、こっちはまあ、普通、会話かなんかで使う場合には、これが使われてたんだと思いますがね。路上ロマーノビッチ、路上ロマーノビッチという言い方がされる。
ロジャー・ノマハビッチのアスコーノフって3つまで優勝はなかなかいなかったと思いますが、まあ改まった場合にはそういう言い方もされたんでしょう。まあ、3つあるということですよね。ところがこの名前がですね、分かるのはずっと読み込んでいかないと出てきません。最初名前出てこない、一人の若者としか出てこないんですよ。あ、ヤングマンですね、アジエマラノイチラデーフという。この一人の青年、あれに一人の若い人ですね、若者が出てきたということですよ。ここが重要なんですね。この一人の若者ということで、これは、時代を超えるんですね。つまり単なる富田こちは19世紀、半ば、1865年7月が舞台ですから、それを超えるんですよ。つまり20世紀の一人の若者、21世紀の一人の若者が主人公だというふうに考えることができるんですね。だからそのドストエフスキーの文学というのは、私から言わせると時代を超え、民族を超え、翻訳でも読めるんだから言語さえ超えてですね、読み継がれていく、まあ、文学と、こう言えるわけです。じゃあこの19世紀ロシアの、一人の青年はどういう青年だったのかということで、はい、今度は名前が問題なんですね。でこのロジャー・ノマハビッチ・ラスコーニコフというのをイニシャルで書くと英語の PPP みたいになるんですね。これを L、 ロシア語で L と言いまして LLL となると、とロジャー・ノマハビッチ・ラスコーニコフで、この LLL に最初に気がついているのが作品の中で言うとポルフィーリ・ヨシン判事ですね。でそのラスコーニコフは雑誌にですね、犯罪に関する論文を寄稿しておりました。それをたまたまポルフィリー・ヨシン判事は、見てるわけですね。でその時に彼が一番注目したのは内容もさることながらこのイニシャルだったんですね、この LLL が。でこの LLL を研究者で、一つの有力な解釈をしたのが江川拓さんということになるんですね。でこれはつまり、まあ、ちょっと書いてあるものはちょっと有川さんの文章長ったらしいんですが、簡単にひっくり返せばいいんですが、下から上にひっくり返す666になるということで、まあ、オーメン、悪魔の数字ということになります。そうするとこの19世紀ロシアの一人の青年はですね、額に悪魔の数字を刻印した青年だということになります。ここに666というですね、悪魔の数字が刻印されている、まあ、青年なんですね。 でこのラスコーニコフの被っているこの帽子はドイツのですね、チンメルマン製の丸型帽子なんですね。で当時の学生の被っていた帽子、ラスコーニコフの唯一の友達であるラズミーヒンなんかが被っている帽子は、まあ日本のハンチングみたいな帽子ですね。こういう帽子を被ってたわけですよ、普通の学生はね。ところがラスコニコはドイツの青年貴族がかぶるような丸型帽子を購入してですね、街灯も新調してですよ、靴も新調してですね、ネフスキー大通りをですね、まるで青年貴族のごとくカップしてたわけだね。まあバカな青年なんですよ、軽薄なね。これはね、私は若い頃はね、自分もまたラスコニコと同じような感覚で読みますからね、まあ、そういうその叙述上の仕掛けもしてありますので、まあ、罪と罰はラスコーニコフと書かれているところを全部私というふうに置き換えても読めるんですね。一人称小説みたいなところもあるんですよ。だからその入り込んでいく、飲み込んでいくようなタイプはですね、引っかかるんですね。だから自分があったかもラスコーニコフになるかのように錯覚してですね、生きるんですよ。まあ、私もそういう人だったんですよね。ところがですね、ずっと読んでくるとね、どうも違うぞとこいつはという本ですね。これ、ロジオンはですね、まあ、3年前に単身、ペテルブルクにやってきてですね、まあ、そして、ペテルブルク大学の、まあ、法学部に入ろうとするんですがね、これもですね、よく史実と照らし合わせてみると、どうも3年前、1862年はですね、ペテルブル大学はですね、封鎖されていた可能性もあるんですね。まあ、当時アレクサンドル2世がですね、
前の皇帝ジョコライ1世がですね非常にその厳しい政策を取っておりましたのでね、まあ、暗黒の30年とこう言われておりました。でニコライ1世が亡くなった後アレクサンドル2世はですねイギリス政策をまあ取るんですが、しかしまあその政策があまりうまくないということだし、まあ大学生はですね、急進的な自由思想にかぶれたり革命思想にかぶれてですね、あの大学改革とかね、まあ、大学改革を叫ばまあ国家を根本から変えなきゃいけないというふうになっていくわけですね。だからそのアレクサンドル2世もなんかちょっと厳しい政策を取り始めましてね、だからまあ急進的な学生たちは連日デモをしたりね、ビラを配ったりしていて、まあ、当局の取り締まりにあったり、ペテルブルの追放とか、監獄に入れられたりとか、まあ、そういう時代だったんですよ。だから、そのラスコン国が上京した時には、すんなりとは法学部に入れずにですね、大学の封鎖が解除された翌年あたりにですね、入っている可能性もあります。で、田舎はですね、ギャザン県ザライスク、という、まあ、田舎町。そこでですね母親のプリヘイリア、母親と妹しかいないんですね、母プリヘイリア、妹はドゥーニャで、プリヘイリアは未亡人ですね、夫は亡くなってるんですね、妹一つ違いのドゥーニャがいると。でその一人弟がいたんですね。弟がいたんだけど、生後も地球内で亡くなってるんですよ、ロジオンのね。だから3人兄弟で、弟は一人死んでいて、まあ、途中の妹が、まあ、いるということですね。それで、このプリヘイリアの旦那さん、この人の名前は、まあ、ロジオンの首相がロマールビッチなんで、まあ、ロマンという名前はあるんですが、フルネームはわかりませんね。それと、いつ、病気で死んだのか、銃で死んだのか、一切、どうせしか書いておりませんので、これ以外読んでもわかりません。